佐高さん、はい、去年ですね、LINE の方でいろいろとやり取りさせていただいて、いかがお過ごしでしょうか。はい、あれ、LINE でやり取りしてから、もう8ヶ月ぐらいですかね、去年の12月20日ぐらいにこうやり取りが最後かな。まあ、それからどうですか、何か人生変わりましたか。僕は変わり続けております。やり続けてるんで。でも本当に2018年もですね、あっという間にもう8月も終わって、9、10、11、12、あと4ヶ月しかないですね。で、あと4ヶ月経つと去年お問い合わせいただいて、時と1年経っちゃいます、うん、で、このなんだろうな、8ヶ月で自分が何してきたのか、もしうまく行動できてないんだったら今すぐ行動するべきですし、頑張ってくださいとしか言いようがないんですけれども、まあ、今回のプレゼントですね、受け取っていただいて、また何かその自分の中で感じるものがあると思いますし、また何かその行動の、まあ、起爆剤の一つになるかもしれないんで、まあ、それは見ていただく方によって変わってくるとは思うんですけど、まあ、ぜひですねプレゼントの方を見ていただいて、本当は塾生さんしか見れないコンテンツですけど、はい、ぜひ見ていただいて、感じたら何かすぐ行動するということをやっていただきたいなと思います。はい、ということで、メッセージありがとうございました。